月夜峠、水野洋州これも同じく、遠野で聞いた話だ。その金傍のある海岸の村に住んでいる二人の漁夫がある月夜に近くの峠を越して深い林の中を話しながら魚類のたくさん入っている籠を肩にして家の方へ帰ってくるとその途中でひょっこりと その一人の男の女房に出会った。その夫は女房に向かって、お前はどこへ行くのだと尋ねると、女房は、急に用事ができたから三角村まで行ってきます。と答えたが、そばで連れの男が見つめていると、女はそう言いながら目を異様に光らして、籠のあたりを鼻先をピクピクさしている模様が、いかにも怪しいので、これは、 てっきり魔物だと悟ったから、突然その男は、海中にしていた療養の刃物をひらめかすが早いか、女に踊りかかって、その胸のあたりをひとつき強く突くと、女は、キャッと一斉叫ぶと、そのまま、どことも知らず駆け出して、姿が見えなくなった。夫はびっくりして、どうしたのだと、その男になじると、男はすこぶる平然として、 何これは魔物に違いない。早く帰ろうと言いながら、その男の袖を引っ張るようにして、帰路についたが、夫なる男の心配は人方ではない。急いで家に着くと、早速雨戸を開けて女房の名を呼ぶと、はいと言いながら寝ぼけ眼をして、確かに自分の女房が出てきたので、ようやく安心してさっき会った話をすると、その女房も、 思い当たるような顔をしながら、不思議なこともあればあるものです。私もさっき、松さんに殺された夢を見て、思わずキャッと叫ぶと、目が覚めたのです。と、言ったので、その漁夫も、それを聞いて不思議に思ったから、翌朝になると早速に、前夜の連れの男と一緒に、昨夜の場所に行ってみると、そのところから少し離れた草むらの中に、古狐が一匹、 死んでいたとのことであった。